どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということでドラゴンクエスト4実況プレイ続きやっていきたいなと思いますね。前回なんとエスタークが出てきまして、でなんだっけな、デスピサロはまだ倒してないんだよね。だからデスピサロはね倒してなくて、でなんか人質だった子だっけ、でもなんだっけな、ガスの壺が手に入ったから、多分これがあの船で行くとこあったじゃん、多分あそこだと思うんだよね。さあもうこれ終盤じゃねもう結構ね、ドラクエ2だったらもう余裕でクリアできてるレベルだからね。だってあそっか、でもドラクエ3ってあれレベルいくつで俺クリアしたっけ、50あれ50いってたかな。あれは神竜をやるからだよね。神竜やらなかったら30代ぐらいでいけたと思うから、まあいいや行こう。でまずはあのおにゃにょこあの女の子、捕まってる女の子どこだったっけ、バトランドじゃなくてロザリーヒルだっけ。よし行ってみよう。ロザリーヒル行って多分捕まったか、まあ人質になるよねなる、それはなるわなさあでこれは今はいないんだよね。これ夜じゃなくてもいたよね確かね。あれなんだっけ、笛だったよね、笛笛をここで吹くんだけど、あの笛ってもう使わないのかな。さあ何の笛だったっけ、笛あやかしの笛、これだね、オッケーだね。メガンテの腕は怖すぎるわ怖すぎるわ。いつどうせあれでしょ、いつメガンテするかわからない腕輪かなんかじゃないの、怖いわもう、恐ろしすぎるだろう。でこれであやかしの笛ね、はい、なんかあれかな、なんか寝取られた痕跡はあんのかな。いや寝取られたって言ったらちょっと意味が変わってくるからあれだけど、なんかあんのかな。あれ、あ、いた、放送事故かよたまに止まるからさ、いやほんと止まるのよ、うんって思う時あるんだけど。さあ、あ、ここ無音だぜ、今のとこ無音だった。さあよし、何かわかる、開けます。さあ君、話を聞こう。ロザリーちゃんが欲深い人間に捕まっちゃったよ。人間に捕まんの、え、魔物じゃないの。ルビーのね、人間たちには触ることもできないっていうのに、てんてんてんだって。あ、人間に捕まったんだって、ひどい話やね。どうしよう。じゃあじゃあここでもあれはリレミと唱えられるないでしょ。あ、無理だ。じゃあ戻ってガス本命行こう か今残っ、デスパレス行ってみたらなんか変わんのかな、いるのかな、どこ行ったんだろうね。あ、そっか、あれ誰があれだっけ、あの誘拐したって誰かって言ってたっけ、あれ言ってたっけ。まあいっかまあいっか、それちょっとわかるか。さあ大本命のなんだろう、ガスだぜガス。さあ空飛ぶ何をいただくのか。さあどこだったっけ、リバーサイトで行きましょう。さあこれが結構かなり一番メインイベントになるんじゃないので、ほらさ、まださ、なんだっけ、はぐれメダの剣も取ってないじゃん、言うても取れてないからちょっとね、なんだっけ、滝だったっけ、滝。さあ持ってきたよ、そう少し見せてく、はい、開けたら中、壺の中からガスが噴き出してきた。これは、はい渡します。何かを作ってくれるんでしょう、あなたが。ありがとうございます。お礼と言ったらなんですが、明日うちまで来てください。明日だって、きっと素晴らしいものができるでしょうってことは、なんだろう、何作ってくれるんだろう。あ、小さなメダルゲット。そうだ、小さなメダルもちなみに、そうだね、景品見れんのかな、
なんかドラクエ3はさ、後々なんかコメントに書いてあったんだけど、なんか後ろの棚のところにちゃんとかあの書いてある、あの置いてあるのね。そう、景品が、あれここじゃなかったっけ、ここじゃない、ここか。さあ来ましたよ、乗り物。また寝てんのかい、寝とるんかい、寝てんのかい。さあ何がもらえるのかな。さあ、行けなかったところが確実に出てくるから、まあそこが行けないとこどこだ。あ、でもなんか旅の扉行ってないとこなんかあったよね、確かね、なかったっけ。まあいいや、まあ、とにかくまあいいや、これだ。まずまあまあまあ余計なことしないで、まずやれること、いや来てくれ、空飛ぶ気球だって。第1号あなた方に、あ、何、気球だって、気球、外に出てみてください、だって外もに出るも何も、あ、気球がある。飛んだ、気球が飛んでる。ガスって言ったら気球しかないのか。なんかもうちょっと飛空艇的な、なんかさ、なんかそれをちょっとイメージしたんだけど、おー、なんかいいね、いいね。さあ来まちっちゃ、ね、ちょっとなんかリアリティ追求しすぎじゃね。もうちょっとさ、もうちょっとなんかこう引きでさ、よくない。ちょっと前、まあいいや。さあどこ、行けない、また行ってないところどこだ。行ってないところが、これ×のところがこれでいけるのか。あと行ってないとこどっかあんのかな。またこの右のとこにもなんかありそうだな。これデスパレスだろ、ここ、ここ、ない、何もなかった、何もないな。さあドラクエ3はさ、リメイク版だったからさ、ちょっとさ、なんかシュインってなんか角度が変わって見やすくなったじゃん。さあ行ってないところ、まあ×のとこは本命さ、それは本命だけど、なんかあるだろう、ないかな。これ早く進むとかはないのね。ないのね。あ、待て待て、青さんは気球からなんか三角ボタンを押したら身を乗り出して地面を眺めてみた、しかし空からではよくわからない。お茶目かよ。楽しみまくってるのかよ。さあどこだ、どっかにはなんか違う、滝がね、滝だよ、滝、滝、はぐれメタルの剣だよ。これは違うよね。なかなか時間がかかるの、この気球。あ、そっか、気球は、どこだ。まあちょっと、まあ、×行くか、素直に。ここは、ここがロザリーヒルだよね、ここがね。あ、ここじゃない、ここ来れた、ここなんかあった、あったか、来たか。来たか、ここも来てるか。ここら辺も来てるか。飛空艇の旅なんか見せられても嬉しくねえんだよっていう声がなんか2人ぐらい聞こえたような気がするからさ。いや素直にちょっとまあ罰す、行くよ。まあ徹底的にじゃあ探そうかな、この動画外で。ここは違うのか、あれどこだろう、今んとこしかないのか。じゃあさあ飛空艇に乗って早もう何分ぐらいですか。飛空艇に乗ってる絵に当てれこしてるみたいな感じだ。でここだよね、大本命。なんか木がある、砂漠の中に真ん中に木がある。これはまあ、あ、ほんとだ、旅の扉じゃなかった、ここしか降りれないのか。さあ降りれました、ほい。さあなんだ、まっ、エルフだ、変化の杖だ。このまま人間やってくるなんて珍しいわね。ここはエルフの里よ、分かってる。売ってくれっかな、村の、あ、あ、全然、あ、3の時と違って人間そんなに嫌ってない。これなんだろう、にゃんにゃん、にゃんにゃん、世界中の、あ、なんかにゃんってしゃ、あ、このにゃんにゃん喋る。涼しくて世界中だって。しかこれ世界中も、魔物たちが住み着き出しての物騒な世の中じゃ、だって。世界中だって、世界中。多くの世界中が渋っていますだって。残っていればきっと役に立つでしょう。なるほど。待って。はい、はい、世界樹だって、そこから入れんのかな、なんかあんのかな。
エルフの王様とか声が聞こえただって。さあどこに繋がとても耳がいいのれよって、助けを求めてるみたいだって。もし助けに来るなら3人で来てって聞こえるわだって。3人さあ何が売ってる。力の盾来た。力の盾だ。ライアン装備できるな。水の羽衣。水の羽衣って星ドラだとあのまた星ドラかよ。なんか水のダメージが少しなくなるんだよね確かね。星5だったと思う多分。あた当たりってことね。ブライが90で15000。これお金欲しい。あー貯めたいな。ブライだ。ブライのじいちゃんがな力の盾。これ使ったらちょっと買ってみよう。まあいいわ。こなんか待ってよ。なんか今なんて使ったらって書いてあったよね。さあ力の盾だ。これなんだっけ、ベホイ回復したんだよねドラクエ2だとね。コメントで教えてもらいまして、今この動画見てんのかな。お世話になりましたあの時は。なんでここでお礼言うんだよ。なんでここでお礼言うんだお前。さあ整理しましたよ。装備してみましょう。でも3人で来てっていうのはあれなんだろうね。水の羽衣が1個欲しいかな。ちょっとブライのじいちゃんに。はい、3でこれでいっかって言いながら、これ後ろなんかあるかな。後ろは何もないね。引きもできないね。裏には何もない、何もない。でも3人で来い。お、乗っちった。3人で来いって言ってことは3人で行けってことでいいのかな。なんか戻ってくるのもめんどくさいから、ちょっと待った、敵が出るか見ようぜ。ちょっと敵、あ、キツネがいる。わ、これなんだ、ダンジョンかここ。あ、ダンジョンだ。ちょ、敵の強さ見よう。アンクルホーン来た。アンクルホーンさんいるし、アンクルホーン強かったよね。ってことはブライだけ残すか。じゃあ、まあ、一応言われた通りに行くっけ。とか言いながら罠でさ、戦力をそぎたかっただけなんだみたいな、なんかまあまんまと騙されおってみたいな。ない、それはないか、ないか。ちょっと待って、ちょっと待って、なんだろう、なんでこのおじさんちょいちょい緑色になるの。でも順番で言うとここだと思う。なんでかっていうと、あのなんだっけ、エスタークの城の時の敵がこいつだったでしょ。だまああれと同じ強さだから、まあ、順番で言うとここでは間違いないね。36になりました。36になった。まあいいや、ちょっと待って。あー、ちょっと楽しくなってきた。やっぱ乗り物ちょっと出るとやっぱこうね、 RPG ってちょっとテンション上がるわねやっぱね。テンション、私ちょっとテンション上がるわ今。ちょっと夜遅いの。そんな大きな声で喋れないんだけど、テンション上がる。何回飛ぶんだよ、何回飛ぶんだよ。ちょっと待ってね。でまずはじゃあ地図じゃねえか。じゃあほら、クロノトリガーとさ一緒にやってるからさ、ボタンがどっちかたまに分かんなくなる時があるのよ。ほんとほんと、クロちゃんやってるから、クロちゃん私で、並び替えで青さん、ライアン、まあ、クリフトでいいか。これで3人って終わりでいいのか。まあいや、言われた通りに一応行こう。さあ行きます。クリフトは絶対いるから、ちょっと階段登って、結構高いんじゃないのこれ。あ、なんか、あ、外から行ける。あ、なんか、あ、宝箱がある。あ、こういうの好き。敵がうざいの嫌いだけど、もうやだ、もうアンクルホーン MP だってクソほど多いんだもんこいつ。こういう時でスクルトかけりゃいいのか。そっか、それでいいのか。え、でもなんだよ、まあ、打撃だけじゃないのか。なんでだよ、 HP 多いし殴ってくるし魔法も使ってくるって万能か。おい、戦いの天才かこいつら。ほんとあれ緑、なんでこれ青になんなのあれ。
よくわかんねえな。なんかよくわかんねえな。まあいいや、ちょっと。まあちょっとスクルトかけるのは結構いいかもね。スクルトって2ぐらいじゃなかったっけ。違うんですよ、本当はね、僕もね、ミネアとマーニャ、あのミネアがね、ほらなんつうの、あのスクルト覚えてくれたら僕も女とパーティーの方がそれはいいんでね、やりたいですよそれは。さあなんだ、なんか来た、祝福の杖。これ絶対使ってもいい、なんか違う、下のとこもいけんのかな、あれこれ降りれないよね、降りれません、降りれません。でもこっちではなかった。さあ祝福の杖だって、ちょっと使ってみたいね。もうおい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 、結構レベル上げたはずなのに先制攻撃してくんのか。ちょっと見てみよう。で呪文道具、さあど誰がもらったさっき、まあ、いや普通に青さん攻撃して道具もうパンパンやった。さあ切った、まだ力の盾、ちょっと待って使ってみよう。あなんだ、何だったんだ今の、シュッて言っちゃった。あ炎の爪でも使ってみようか。さあ何だろう、力の盾回復かな、回復だったら便利だねやっぱね。さあ何ですか、傷が回復した、わかんない、いくつ回復したのかわかんない。わ力の盾きた、何これ、もう力の盾ってもう何、ドラクエシリーズじゃもうわかんない、今これ4でしょ、5、6、7、8、9ぐらいもずっともう決まってんのかな。力の盾は回復って、力の盾で回復ってすごいよね、なんかね、なんか特殊よね、なんかだからもう一個あるわ、祝福の杖、これは回復、今の感じだと行ってみよう。色が見える、なんだこれ色が見える、攻撃した時にあのタイミングだと、いや違うなあれ今ない、ちょっと待った、え今ライアンどうやって使ってた、祝福の杖、あ回復してた、ごめん見逃してた、ライアン、わ回復してる、これはもっと行かないといけないかな、あのメタスラの鎧とかよりもこっちはちょっと多くしてた方がいいね。ね、俺なんか思いっきり楽しんでるね。ドラクエ飽きんな。ドラクエは飽きないね。だって11、もう何百時間でやってるからね、あれ。100時間とか200時間とか、それよりはるかにてる。あんだけやって1やって2やって3やって4だぜ。いやーこれ5いっちゃうよね。いや HP がきつくなってくるかもね、これ何回あんだろうね。さあ呪文青さんクリスト、おしまい。さあギガデイン覚えて、あー MP って俺何気に思ったんだけど、ベホマズンってさ、確かドラケー3ってさ、確か勇者しか覚えなかったよね。多分だよ、多分だよ。そうだったよね。ってことは、青さん MP 多くなるとやっぱいいよね。だって、あとギガデインもほら、あれギガデインって範囲でしょ、確か。範囲だよね。ちょっとギガデイン使ってみようかな。さあ、行きます。勇者らしい魔法。ギガデイン。ドラクエ11では、あんまり使わなかったんですけど。さあ、来た。かっけえ。お強え、めちゃめちゃ強いじゃん。あめちゃめちゃ強い、しかもちょっとかっこいいし、かっけえ今かっこよかったね。消費 MP ちょっと見てなかったけど、ちょっとやっぱ勇者だんだんチートみたいになってきたね。最初だってドラクエ1の時なんて一人ぼっちでだったでしょ。まずさあどっちだこれ、今度右に行こう。どこだろうね。ギガデインかっこいい、ちょっともう一回打たして。15か、微妙に。ベホマズン、あベホマズン結構リーズナブルじゃないこれね。確かドラクエ3って多分いいよ、60ぐらいいったと思うんだよね確か。だからベホマズンあんな、なんだろう、使えれるような魔法じゃなかったんだよね。
おーかっけー、さすが勇者。うわ強い。まあまあ、あのこれでボス戦やったら一回戻ってきますまた。エブビターねーってなったら。あぶねー、ちげー、こっちじゃない。どっちだどっちだ。でもあっちも行けないのかな。すごいな、葉っぱの上こんだけ行くってすげえな。さあほんとここ、ここまで来て一体何がちょっとパパってちょっと見ていきたいから。いやね、結構リーズナブルだからさ。ドン、かっけー、かっこいい、かっこいい。でもあれだよね、なんか攻撃食らって、また回復して MP を考えると これぐらいだったら15だったっけ。まあこれの方が結構まあ効率はいいかもしれないね、すぐ倒せるし。さあでも違うのか、あの変な階段、あれやばい、ちょっとなんか若干編集カットが多くなってくるような気がする。ここ迷う、また迷うパティンか。俺最近どこだったっけ、どこで迷ったんだっけ。あそこあそこ、あのなんか石像のところ、あの手から落ちるところ、あそこあそこ一番きつかったわ。さああれ何があるんだ。あ嘘でしょ。嘘でしょ、階段。あなんかいた、お願い助けてだって、いたこの子。あれなんかどうか助けてください。天空より、え世界樹の葉を摘みに舞い降りてきた。さあ決定、あの確定です、天空の世界がありました、おめでとうございます。うわーすげえ、ちょっと嬉しい、鳥肌立った。またいや天空の世界あるんだ。普通に今もあって、言い伝えとかじゃなくて過去にあったとか昔の遺産とかじゃなくて普通にいるんだね、この天空シリーズには。まあ皆さんですよねとか思ってると思いますけど。いやいや思いますよ、だって初見なんだから。あるのか、魔物たちに襲われ翼を折られてしまいました。あここに来たらってこと、天空として来た、連れてってくださるのですね。天空の城に入るには全ての天空の武器防具を手に入れなければなりません。私には私まし、天空の剣はこの、さあ来た、仲間になるんかい。仲間になった、なんか使えんのかな、結構めちゃめちゃ強かったりしてね。もうなかなかの文句タイプでさ、バシバシな。なかなかの、ちょっと待った、おーかー156か、うそんなにさこっちで合っとるんかい。さあど、あー怖いの、これ俺落ちはしないんだよね確かね、わかんない、いやいや確かねえじゃない、試してないんだ。は降りれた、木の上降りれた。怖っ、一か八かで降りてみたら降りれた。一か八かで。もういいわと思ってさ、もう長くなるからちょっと編集点作って、仕方ないからもう一回ちょっと来ようかなと思って思ったんだけど、降りれた降りれた。階段がないな、とにかく今葉っぱの上の右から始まったから、今左に来たから、だから真ん中の木のどっかにあれか、なければなければ、これ落ちるわな、ほらないな、一番上だな。あ、あ、うわ来た、青さんの2倍ぐらいでかい、よっしゃ来た、ついに天空の剣来た、来た、それまさしく天空の剣。青さんありがとうございます。なんだこれで、私は天空の、あ、びっくりした、俺一瞬なんかクリフトの後ろ姿が見えたから、クリスタが、あクリストがなんかクリフトかが喋ってるのかと思ったから、一瞬お前天空人だったのかよって言われ、ごめんごめん、勝手にこっちは早とちり早とちり。さあ羽折られていて空を飛ぶことができません。どうか私に天空の城まで、いいでしょう、信じてました、ありがとう青さん。天空の塔があるんだって、
全ての装備を手に入れなきゃならないとか。さあ参りましょう。いやちょ、いや、ま、これ降りれんの、降りれるのこれ。さあ天空の塔はどこにある、塔らしき建物どっかあった、今まで行った中で塔はないよね。これまさかこのまま上上がっていくとこないよね。話すとたまに言うよね。あ、もういや。どこだ、真ん中にだってないもんね、何もね。天空の塔がわからん。さあ天空シリーズを取り、ついに、いや来ましたね。あ、装備してないよ、ごめん。装備してないわ。やばい、ごめん、ちょっと喉テンション上がって喉やられちゃった。興奮しすぎだわ。一人で部屋でモニターに向かってゲームしてるだけなのに、なんで一人でそんなに興奮すんだよお前は。悲しい、悲しい、悲しすぎる。さあ真ん中ないもんね。これは降りていいのかな。なんもね、これじゃあ一番上ってことだよ多分ここが。さあリレミット、あー降りれた。天空の、さあヒントが誰か持ってないのかな。珍しいわね。だって天空の城はどこにあるんだ。あ、ほんとしなくなったわ。だってないね。ちょっとまあどっかあるのかな。ぐるって回るか。さあキツネ、わー、キツネが喋るのか、ここのキツネ。さあヒント、ヒントがないな。さあヒントがございませんね。ちょっとぐるっと回るしかないかね、どっか。ちょっと待った、やっぱそうだ、今さちょっと今ね探してんの場所を。今こっち、今その天空の城にどこだか分かんないから探してたの、探してたの。でも話したらヒントくれるじゃん。したらさあ、今たラゴでなんか天空人にしか装備できないんだって、天空の装備って。なんだって今この、このおルーシアちゃんがね。いやー、だからアオさんって天空人なんじゃないんですかって言われたんだけど、この子天空人なんだね。違う、待った、ん、上から木こりの子供だから天空人の血を引いてるってことか。そういうことか。ってことはなんで戻らなかったのかなとか、なんで落とされたのとかがわかるの。自分の親の出生とかもわかるの。俺は夜中に一人で部屋で何をそんなに盛り上がっているんだろうか。ちょっと待って、ないんだよね、ちょっとないんだ。もうちょっと回ろう。なんかヒントくれるかなと思ってたんだけど、今ちょっとさ行ってないとこ回ってんだけどさ、どっか行ってないとこってあるかな。ないんだね、ないんだよね。だから最初のこの町、ここなんかヒントないかね。ここここないかね、ヒント。びっくりした、貼り付けられてんのかと思った。あ、あ、な、あ、これか、あそこのとこか。そっか、なんかヒントないかな。ど、誰か言ってた場所、俺見逃してんのかな、俺見逃してんのかな。あぶらあぶらあぶら、いやないな、だって生きてないもんね、ここ人来てもね。あ、待った、なんかここのすぐ下にさ町あったよね。そう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 、ここに、そうそうそう、ワン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 、夜中のにワンワン。あ、止めてくれるって。ツンデレおじさん教えてくれねえや。まあ、いっか、もうちょっと。なんでこんなにつ、あ、何、一つのベッドでみんなで寝てたの。おじさんやめ、え、やめてくんな、ケツが痒くなら。だっておじさん、ヒントが、どっかヒント言ってた、天空の城は
どこかにありましたとかなんか言ってた？言ってたでしょ、葵さんって感じ見てたら。そうだよね、思ってんだろうね、みんなね。ごめんね。ちょっと極力カットするから、カットしてどうにか、ちょっともう一回ちょっと、次どこ行ったらいいんだ、これ。これ上の方が一回もうちょっと回るか。これどこだ？これなんだっけ？これなんだ？なんか、あ、ここそういえばソレッタのお城？あれ、これなんだっけ？あれ、ここ？あれ、これなんだったっけ？これどこ出てくんだ、これ。あれ、ここど、あ、ここか。ここかい、ここかい、ここかい。ないね。これさ、取りに行かなきゃいけないってこと？じゃあ取りに行かないかんってことか。いや、わからん。だって滝もねえもん。あ、あった。滝もないんだよ。滝もなけりゃ Never give up。 ねえ、何にもねえ。あ、でも待った、上にあるな。これ降りれんの、これ。あ、でもこれ赤くなってる。あ、これ赤くなってるね。なんだこれ。あ、なんか、あ、ブラックマーシ、ちょ待った、ちょ待って、あれなんだここ、見た目と違う。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれやばい、なんかめちゃめちゃ強いし、ちょっと待った、ちょっと待った、待った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 待って、クソほど強いんだけど、やばい、もう終わりにしますっつって、これもう1時間半ぐらいやってんだ。やりすぎだろって。いや探して、いや1時間半探してたわけじゃないんだけど、めちゃめちゃ強い。ちょっと待った、ちょっと待った、まずい、待って待って、ギガデイン打っときゃどうにかなる。よし、 OK、 強い。ちょっと待った、一旦ちょっと帰ろうぜ。ちょっと何これ、あ、強い。これでよかったんかい、これでよかったんかい、これでよかったんかい。ちょっと待って、もうなんかゲージゲージめちゃめちゃ入るし、ちょっと待った、一旦帰ろう、ちょっと一回帰ろうよ。なんだここ、ちょっと待って、ちょっと待って、こんな分かるわけないじゃん、なにこれ。ちょっと待ってなんかさ、なんかちょっとどっかのさ、どっかのじいちゃんなんか言ってたよね、海になんか沈んでるところがあって、ちょっと待った、よし、もう一回行こう、もう一回行こう、ちょっとちゃんと、よし、もう一回むちっと、いや、もうやめようと思ったけど、これ無理、やめられない。ここでやめられるわけないじゃん、あれ何なの、あそこ。よし、来た、もう一回行こう。そういえば、そっか、地図で赤くなってんだよね、そういえばあそこ。いや、前から思ってはいたんだけど、なんだここと思ったんだけど、これ降りた場所によって違うとか、そういうこと。あ、一緒だ。さ、ちょっと洞窟が一個あるんだよね。これなんだここの。よし、ギガデインでいい。いや、ここ、いや、ごめん、放送事故か。ごめん、ガチで、なんなんだここって今。こいつは強えな。強いなぁ。これルーラー使えんのかな。ギガデイン便利、ビラデイン便利、ブラックマージでも確実に強くなってるね、敵が。何か発見してからじゃないと終われねえよ。あの洞窟が何なのかも分かんないし。
あ、なんか街がある。なんだこれ、天空に一番近いゴッドサイド、合ってるってことか。天空を目指すのか、それとも点点点、何、あ、鳥肌立ったんだけど。出会いと別れ、生と死、絶望と希望、全ては神の導き。神はいつでもあなたを見ています、だって。なんだここ、いやマジすげえなまさかこの服装がもう全然、ここは天空に一番近い島、しかしまで闇の世界にも近いのです、だって。人もだい洞窟があります、深き深き洞窟だって。その洞窟に入るのは魔族と天空人のみ、言い伝えはそう語っています、だって。いやちょっとなんかとんでもない、いや結構低くて30分ぐらい乗ったよ本当にもうカットす、だいぶカットするだろうけどもうほぼほぼ1時間半ぐらいこの動画平気で超えてるけど、まあカットはしますが、なんだここ、あ、なんかいる、なんか王様っぽいのがいる。さあということで、なんとあのちっちゃいところに落ちたらでかくなっちゃったっていう衝撃的な、ドラクエ4で一番衝撃だんじゃないこれ。他のゲームだとどうな、これファミコン自体どうなってんだろうね。さあということで、天空の剣、あ、待った、忘れた、天空の剣装備してないや、どれがか100、あれ、伝説の剣果てな、どういうこと、どういうことあれ弱くなってるけど、でもこれ装備しないといねダメなんだもんね。なんか、あ、うわすげえ、天空天空天空ってなってる、かっけえ。さあということで、ちょっとびっくりすることが何個ありましたけども、今回はこの辺で終わりたいと思いますんで、次はここの後ろのなんか変な王様みたいのいたでしょ、で喋ってやっていくのかななんて思ってますんで、あと滝がないね、まだね、わかんないですけども、この先かもしれないね、それだったらね。さあということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価お願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。